はーい、続きでーす。やってまいりました。はーい。というわけで、作っていきますよ。ハイゴックですね、ハイゴック。ハイゴックさん。こんな感じです。コンカスビムシュミサシュ。だね。これ、逆にコンカス捨てたらどうすればいいんでしょうか。焼くしかないんじゃないでしょうか。 水これ中もうね。ね、ちょっとハイゴックとか使ったことないしね、ほとんど。そう、ろ起こ角らでちょっとあない。るけど、ああ、そうそうひたそうそすらうそう。転ぶっていう印象しかないまあ、み六たいな角ね。のハイゴックはだってね、機体バランスでいくつだったんだろうっていうぐらいめちゃくちゃ低かったよね、あれね。あれ重装備しすぎでしょそうっていそうう。そう。ちくわ装備して、あれも装備してみたいな。まあじゃあまあまあ。マスチケいきますか。そうっすね。金子だしね。はい。いきますよ。はい。よく見てくださいね。78%さっきもっと高かったでしょって。30%以上。おい、おか、今、いくよ、いくよ。うわ、すっごい、何これ。こんなにかかる。3万 全然やってな4500。いから素そう、材がないんジだ。オンはほっとかれてるからな。いきまーす。あ、意味がなら。ない。コンカス大成あ コンカスだ。功。大成功。大成これはコンカスか。功。コンカスってどうすればいいの。うわ、敗北だ、敗北だ。はい、でけえ、敗北でけえ。いや、ルナルさん、あれなんですけど、初めて、この何、カスタマイズの画面で敗北見たんだけど。ああ、そう見だたことね。ない、見たことなかった。ほら、初めてだね。回したことないよ、こんなの。こんなだよ、こんな。うわ、敗北ってこ初んなめなてん作ったもだ。んね。そうですよ。でか。でかっ。すごい、後ろこんな風になってんの知らなかった。わーお、わーお、というわけで ひとしきり感激。え、じこゃのあ、武器の、そうなんですよ。武器ね。ちくわ。ちくわね。ちくわね。これ絶対でしょ、ちくわ。爆発させないまあでち何くすわるんですけ格ど。闘とかないよね。ちくわ格闘とか、だってちくわが当たったら普通一撃でやられるでしょ。何？え、じゃあどうすればいい？あ、わかんちょっない。と待って、ハンドミサイル作ってください、じゃあ、あ、ままず。あまあまあまあ、ハンドミサイルをね、まずね。はい、で、作り装まし備した。どて、こに装備しよう。まあ、じゃあ、とりあえず、魚雷のところに ね。で、これと普通のミサイルは、同時装備は？できますあ、よでね。きるん問題だ。ないです。問題ないだでけすど、よ。コンカスなんですだね。けど、コンカスなんですよ。ミサシュが良かったし。どうしろって言うんですか？ビームも なんだこのゲーム よ、やるよ。やるしかないでしょ。困ったゲームですな。もう、絶対なんか後ろで糸引いてるやつがいるって。これ、全然格闘の方とかもわかんないんですけど、これどうなってるんですかね？ああね、知りません、知ら正ない。直。調べてない。こっちに関してはほとんどノーマークでしたよ。まさかコンカス出ると思わなかった。どうせミサシかビムシュだろうと思ってたのに、コあ、ンじカゃあ、ス出いっちゃっそた。はやってみますか。D 式と D 式と、い。ちょっとチュートリアルかなんかで。ああ、でもそこまで撮ってたら長くなっまあ、ちゃうじかゃあ、これをほね。ら、あれでしょ、2回目だからいいよ、じゃあ。敗北動画でいいよ、これ。あ、じゃあ、わかりました。じゃあ、敗北動画で。ちょっとお付き合いください。全然知らない我々のために。まあ、じゃあ、これも外しちゃうね。じゃあ、T 式ね、T 式。で、機体をシャザクさんと交換して、配多分合。連邦だってやってる人とかね、ハイゴックの格闘がどんなかとか知らないんじゃもう、あんまり見たことないと思いますないですか。ね。戦闘訓練でいいんだっけ？そうだね。ね。入れた？いると。素のハイゴックに乗るのとか初めてですよ。フォーカスね。ってか、ハイゴックを動かすのが初。なんかやたらテンションが上がってきちゃったんだけど。いくぞー。おー、すげえ、でかっ、かっこいい。いや、私、ポケットの中の戦争結構大好きなんで、そうだね。あそこのね、お、結構早い。結構早い。こんななんだ、こんななんだ。いきまーす。スピュン。あ、これか。これだー。ぶん殴りだ。あ、これだああ、手が遅いね。これ D 式でしたっけ？これ T 式です。ピシン。
PC 系この出の遅さ、はい、すごい。しかもこれコンカスなのにこれですよ、ブーンブーンすごい。これすやっぱね、水中の中でいけっていう話なんじゃないですか。そうかそうか、うん、あれ鉄器後ろだよ、鉄器置いてきちゃった、すんごい遅い。てかここじゃ若干水があるから、ほら早くなりたいよ。おおすげえ、結構効果範囲が広い。今完全に後ろ、ね、後ろ狙ってなかった。これ結構面白いかも。普通の人と違って我々はあのネタを探してるみたいなとこはあります。ありますね、いけ。あこれほら一気に2つ、結構範囲広いですよ、 T 式。へえー、こんななんだ。はいはい、じゃあ分かったんで、大シュート。へえ、じゃあこの辺カットでちょっとスピーディーに行きましょうか、うん、そうですね、ちょっと編集入れつつ、あこんなかって言ったらもう次みたいなね、労働の時間とかすごい虚しいからね。はいはい、じゃあサクサクと。おお、というか、うん、結構このハイゴックの出撃シーンがかっこいいことに感動。このなんか物合いのところが拡大されてね、これかっこいいね、このなんかジオンって感じで。そうそう、0080のあれを見ると、うん、この辺の機体はなんかやたらかっこよく見える。そう、かっこよく見える。あ、じゃあはい、あ、じゃあ撮ります。あれ今度一緒だね、これは一緒ですね。さあ、じゃあここら辺から、あ、届いた。おー、なかなかほとんど一緒ですね。一緒ですね、若干鈍い。鈍いやっているとね、うん、あの実感としてかなりこう出が鈍いのは感じますね。さっきあそこら辺から出てきたんだっけ、見ていた。さすがに届かない。あ、まあスカルのはスカルですね。そうですね、こんな感じですか。じゃあこれもここで、ということはまあ同じだからどうしようかな。これは割とやっぱりあれか、笑いながら殴りかかるやつですね。そうですね、ラララって言いながら行くタイプの、まあ、やりたかったプレイスタイルでもあるんですね。ということは T 式と D 式でモーションが変わらないというのが今確認できましたので、まあ、D 式にしとく。そうだ、T 式の方が若干使いやすいのかな。でも威力の方がいいか、ね、あれだったら。そうですね、通常格闘3倍3倍だけど、まあ、だからこっちの方かな。で問題はですよ、格闘と何を組み合わせるの。ちくわでしょ、ちくわ。ちくわは絶対でしょ、これは外せ、これ固定装備っていうやつで赤くなってて外せないやつだから。いやこれ厳しい。いやだからちくわは結局はネタなんじゃないでしょうか、うん、まあ、ネタですよ。だってこれね、まあ、あの格闘ミサイルビームっていうのがもうそれしかないんでね、まあ、そうですね。でミサイル同時装備可能なので、はい、ちょっと迷うってとこですね。そうですね、どうしようかな、何装備しようかな。まあ、じゃあちくわは置いといて、まずミサイルビームっていう普通の装備にしてみます、はいはい、うん、ビームは連射式でいいでしょう。連射式ビームかな、うん、じゃあ開発していきましょう。まあ、連邦でいうとこのビームライフル FA ですね。はい、そうそうそう、実はね、あの上位機体なんだよね。まあ、これ赤いも持ってんだけどね、赤いターンとか。そもそもなんでハイゴックなのかっていうと、赤い狙ってたら出ちゃったっていう。まあこれはこっちはケンファーのね、うん、あれだけど、あそうか、それで出たんだっけ。でもな、持ってる人多いでしょうね。あーなるほどね。でミサイルはどれでいく。ミサイルはノーマルか S じゃないですか、接近戦。S は威力は高いけど、うん、ロックオンが遅いね。まあじゃあやっぱりこれは近くなってきたらもう格闘なので、うん、N でいいでしょ。はい、ではこの装備でビーム外してミサー格闘とかもいいかもしれないですね。あ、打ち込みながら接近するみたいなね、うん、まあでも一番重い状態でやっぱりあれですね、機体の強化に行きたいと思います。積載ですね、うん、もう鉄板ですね、積載から、まずは積載から。サクサクいくよ。
いやでもやっぱ150とか欲しいけど重いね。これはちくわなしですね。ちくわなしですよ。ちくわつけたらもうあれなの、諦めるしかない。こけてもしょうがないみたいな。ほらちょっとあの何試作2号機のアトミックバズーカみたいな。しかしこれやっぱりちくわと格闘だけっていうような装備ですね。ネタすぎる、ね、ネタすぎるけど、でもあの何ですか、北極地出たらそれもやりたいな。うん、まあ、それを320コストでやれっていうのが辛いと。あのね、ちゃんとあのアニメの冒頭のように海の中から拠点3番を通って、3番側のあのトンネルから上に登って、あのスペースシャトルのところにちくわを打ち込みに行かないといけないでしょ。それはやるよ。そうだね、絶対やるから、ね、そのうち取ります。絶対やる、絶対やるから。もうロマンですよ。あ、メカチケがなくなった。チケットちょっと20枚買っておきましょう。はい、あれってか、まあ、11までじゃいきます。そうですね、11まで。いやー、おかしい、ほんとおかしい。もう何がおかしいのかわからなくなってくる時はおかしい。そしたらあとは速度を優先してあげましょうか。そうですね、遅いね。いやでもあの、なんだろう、さっきほらチュートリアルで地上で歩いてましたけど、思ったより速かったな。もっとなんか鈍速なのかと思いきや、あのスピードは特徴だよね、ジオンの水泳部はね。うん、そうね、ほんとものすごい機動力、さすがジオンって感じね。うん、そうそう。てかやっぱりほら、あの一部の機体を除いてほとんどの場合連邦ってこう人型じゃないですか。はいはい、機体がで、ジオンの方はなんかバラエティに飛んでるでしょ。うん、このハイゴックも人っていうか、なんかこう、これなんでしょうね、なんだろうね、元のあれが何なのかはわからないけど、こう人というよりはなんかこう動物とか虫とか、特徴的な肩のね形状とか、ね、そう、あ、虫とかちょっとこう羽みたいな感じの甲虫とか、そうそうそう、そういうイメージがっていうか8割まで来ましたね。カブトムシが飛んでるような感じ。もう一回やろうかな、しよう、もう一回かな、もう一回行っとこうかな。うん、そう、カブトムシが、お、やったね、ブラウンの博士、オッケー、いいぞいいぞいいぞ、はい、あ、まあ高い、よし、もともと高いんだ、まあ、もっと高くするよ、でも、でもまあブーストチャージとブースト容量に1回ずつはとりあえず振りましょうね。2回ずつ振ろうかな。おー、いいな、なんかジオンの方がいいな。そう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 、あ、そう、さっきの話ですけど、そう、甲虫のね、うん、虫っぽかったりとか、そう、ジュワックタンも鼻はあれは象みたいですよね。そうだね、なんかちょっとこうワンポイント人間っぽくないところが入っているのが好ましいというかですね。まあでもそれはやられ期待だからっていうのもあるんじゃないですか。あ、そういうことなの。うん、さ、2回ずつ行った。まあまあ曲げていきましょう。アーマー大事だよ、やっぱね、硬いのが特徴なんだから、ガンガン高くしたいね。はい、なんか昔ながらのアニメの、あ、そう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 、伝統的なね、なんかはあるんじゃないでしょうかね。なんかこう親しみやすいんですよ、ジオン側の方が。なんかというか、その人、倒されても人間じゃないからみたいな。まあそういうのもあるんでしょうけれども、私は割とこういうのの方が好きなんですけどね。連邦かっこいいけど、ほらやっぱ何、制約として人だから似たようなのばっかりになっちゃうんだよね、やっぱりね。そうそう。さて、あと5回どうしようかな、どうしようかな。容量か、容量ですかね、ブースト容量ね。もう一回振っときましょうかね。いやー、ちょっとなんか、おー、こっちの方がいいね。いいね、全然いいね。何このジオンに恩恵あれって感じの。コンカスだけどね、コンカスだけどね、いいよ、切ればいいじゃないですか。ブンブン水中で回したいよ。どうしようかな、チャージもう一回振っとこうかな、もう一回振っとこうかな。あっちゅ、46すごいいいんですけど、アーマー、あとアーマー全振りしちゃおうかな、アーマー全振りしちゃおうかな。もともと高いのをね、伸びがいいしね、さらに強化するっていうと、買ってっていうのいいですよね。よし、全部アーマー振りしましょう。あ、チケットがなくなった。
おー頑張ってくれ頑張ってくれ、ここで最後の1回ぐらいは成功か大成功、さあ頑張れ、あーダメだったレベル48、最後ちょっと伸びなかったか、まあまあ入れたんでね、50いけるかなと思ったんですけどね、いやでも悪くなしでしょ、いいですよ、素晴らしいですよ。さあじゃあ武器連射式ブームカノンとか、さてまあロックオンでしょうね、780ですか、マックスでしょう、マックス、よしじゃあ頑張れフラナガン博士、マックスだってよ一言じゃーん、まあ、なんかこの金図限定じゃないですか、やっぱね FA って便利ですよ、押していれば攻撃が、あ FA かあれは、僕のフルオート 金図限定は FA なの、 FA じゃなかったっけ、違ったっけ、あれ分かんない、まあどっちにしろこの FA って便利、攻撃しながら違うことを考えていられる、そうだね、回避とか、ね、そう回避とか押しっぱなしにしといて、ちょっとなんか他に気を取られててもっていうか、これいけんのかよ、いくぞ、キャーシャバイ、リセットリセットします、バイバイやばい、チケット30枚40枚かと、はい、もう一回いまーす、っていうか何かのチャレンジを達成したみたいでペカペカした本当は後で GP 回収しよう、いやもうね、どんだけジオンやってないかっていう話いやしょうがないじゃないですか、だって連邦メインなんですよね、勤め人としてはね、仕事終わりとか週末ぐらいしかプレイしねできないからそんなね、両方なんてそんなことやってられないいやジオンも好きでジオンもやりたいんだけどさ、ねえどうしてもね、機体がとか揃わないからね、そうで、また揃えるのに時間がかかっちゃったりとかするんで、なんかね、そう一つね、結構グレーポイラーのルナールさんとしてはがっかりなことに、こっちモジュールが揃ってないからあんまりポイできないっていう、モジュールすらない、モジュールがねもう本当にモジュールの威力かな、うん、何ですか、開発素材がもう完璧にほら、試合数をいっぱいやらないと手に入らないし、でしかも必ず入るわけじゃないじゃないですか、運次第というか、そのモジュールを作るのに必要なやつが必ずいつも当たるとは限らないっていうのがあるんで、だからやっぱりね、なかなかねモジュールが揃わないとね、がっかりする時がありまして、あれが今欲しかったみたいな、おおすごいな、こんなに格闘の方がなんか上がりやすいよね、うん、成功率が高いのはなぜ5回でだって言っちゃったよ、もうこれ以上強化しないっていうのにね、これどうしよう、しゃっこれ結構迷うところ、どうしましょうね、射程伸ばしてもなっていうか、これはいこの装備微妙です ね、 そうね、コンカスってのがね、コンカスってのがね、本当にねビームいらんないんかかも今さらなんかこう強化が終わった後に、まあ、適当強化だからまあいいんだけど、しょうがないんだけど、まあいいか、こっちもじゃあとりあえず使うことを前提として射程を上げといて、射程と威力半々、威力半々で上げときましょうかね、まあこれもなんか、まあ、それか威力マックスで残り射程、え、じゃあ今から威力に行こうかな、そうあんまり射程のおーゲニア様いきなり出てくると心臓に悪いんですけどびっくりした、そんなにびっくりするか結構何ですか、毒殺しちゃうシーンが出てくるじゃないですか、ね、毒殺する人って感じなの、あそのなんかねちょっとルナールさんの中ではトラウマ、ギニアス・サハリン様、あそうなの、いやだって08正体見た時にほら味方のことをかなりこき使って最終的には機密のために全員殺しちゃうとか、ちょっとねぶっ飛んだキャラですよ、かなりこう狂気の人って感じじゃないですか、そうかもね、ガンオンじゃないガンダム、ガンダムの中でもねちょっとかなりとんがってる、ほら
誰でしたっけ。ちょっと失敗きついね。やり直しましょう。何でしょう、ギレンさん、もう結構いっちゃってるじゃないですか。あの人も狂気にとらわれてしまった人っていう感じだけど、ギレンさんの場合どっちかっていうと、ほら司令室の中でああせいこうせいって言ってて、そうそう、具体的なあれが出ないからね。そうそう、自ら殺してないでしょあの方って、うん、みんなやれって突撃しろとか言うけど、 おすごい、4回でマックス、4回マジ、あと射程じゃいきます。でも、ギンヤスさんの場合だって自分でワインに毒入れてるわけじゃないですか。でしかもそれを継がせるか継いで回るかしたかは知らないんですけど、でしかも飲んでるの目の前で見てたりとかするでしょ。だからね、やっぱりね、直接手を下してる分、私の中ではギンヤスさんの方が怖い、ギレンさんより。うん、あの狂っちゃってる感じは似たようなもんだと思うけど。いや、さあこれね、はい、教習機なんであんまり射程伸ばしても、いや、まあ射程でいいんだけど、うん、だって威力マックスだからね。そうそうそう、マックスすごい、4回でマックス。どうしてもやっぱ威力がないとね、倒せない、召喚戦場は。そうですね、はい、以上でございます。完成しました、私のハイゴック。いやー、てかアニメ見る前と見た後ではガラッと印象が変わった。かっこいい機体の中の上位に食い込んできたハイゴック。乗りたいってちょっと思った。そうだね、うん、原作見るとね全然違うのね。なので、もし見てない方がいたらぜひ見ることをお勧めしますよ。ツタヤとかで今安いからね、うんうん、はい、ではちくわやる。あ、そうだ、ちくわの、ちくわの21とかこれ死ねって話じゃない、ちくわだけ持てって話かな。ちくわと格闘、まあ、でもちくわの威力マックス、でも威力これ以上上げてもどう。まあ確かにちくわと格闘を持ってね、コスト200とかだとさすがにまずいでしょうって感じだけど、320もさすがになんか使いにくいでしょうっていうのもあるね。そう、一回だと倒れちゃうとね。まあいいや、ともかく威力全振りしますよ、ともかくね。ちくわもあれしときましょうね、はいはい。うおー、すっげー。いやでも本当に原作のアニメのところ、これちくわのね、ハンドミサイルユニットを敵の補給基地みたいなところに叩き込むシーンがあるけど、あれはかっこいい、うん、あれはかっこいい、キュンキュンしクルスドアンとかではいいかも。ああ、そうですね、あのうまくね、敵のでもね、機体バランスが重要。入る前に、入る前にこけるわ、こけるわ、こけるわ、倒れるわみたいになりそう。またまず、メカチケがいくらあっても足りんな、まったく。お、おお、お、素晴らしい。8回で、8回でマックス、うん、マックスマックス。おお、27,000。効果範囲、効果範囲か。あ、そうですね、効果範囲に振りましょう。うん、よし、でかしたフラナガン博士。よくやった見習い。というわけで無駄に高性能なハンドミサイルに行きました。まあ普通だけどね。なんで10割5割じゃないですか、いいでしょ。はい、じゃあ今度こそ完成でございますよ。じゃあこのハイゴックが来た、なんか活躍できたら。その動画を撮るのはいつになるのか。頑張りたい。だってまず連邦っていうのがあるからね。まあまあまあ、じゃあじゃあじゃあ、ともかく今回はここでハイゴックレベル48、なかなかいいところで行きました。おめでとう、ルナルさん、おめでとう。はい、というわけで今回長々とお伝えしましたけれども、七夕期待強化祭りをルナール編をお伝えしました。まだポワピさんあるからね、よろしくね。というわけでこの動画はとりあえずここまでで、どうも見てくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。